それでは小学部行ってみたいと思います。今日の長文は空小獣7問すべて言ってみたいと思いますので頑張っていきましょう。さあ皆さん、説明の指示はこちらでございます。一読していただいた後、早速皆さんこの空書30番ですね、で選択肢はこちらでございます。一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、これは空書の左側、前置詞 with とセットで使えそうなものを皆さん選んでいただいたかと思います。で皆さん、選択肢の1番、皆さん、フューチャーと言われたら前置詞 in ですよね。in the future、将来。そして選択肢の2番、length。これ皆さん前置詞 at ですよね。at length、詳細に。で、選択肢の3番、consistency、一貫性という意味でいいんですが、これに前置詞 with がくっつくかどうかはやや不明かと思います。ですので、一旦保留。で、選択肢4番、abroad。これ皆さん副詞でございますので、前置詞はつかないですね。ですから保留にしていた3番、もちろん意味内容上も一貫してフランス語を勉強しておりました。バッチリですよね。ですから試験中前置詞 with がくっつくかどうかわからないですが、他の選択肢それが削れますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ続いて空書31番ですね、検討をお願いします。皆さん、これは空書の左側のこのあたりですね。まずは6歳児であると。で、皆さん、そういう小さな子供がお母さんのウニャウニャの元と書いておりますので、これは選択肢の1番のガイダンスですよね。そうです。お母さんの指導の元。皆さん、6歳児ということですから、一人でなかなか何でもできないと。ですから、お母さんに手伝ってる様子ぴったりでございます。ですから、正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ続いて空書32番でございます。検討をお願いします。さあ皆さん、これは空書の左側、助動詞がございますので、後ろは動詞の原型が来るはずですよね。で、そうすると選択肢の2番、皆さん、これは名詞でございますので、まずは一瞬でダメそうですね。で、あとは皆さん、空書の右側に foreign language という名詞がございますので、空書には他動詞が入るはずですよね。で、そうなってくると選択肢の1番、これは後でまとめますので今は聞いておくだけで大丈夫かと思いますが、 endeavor の右側 to 不定詞ですからね。ですので1番は×で、3番すっ飛ばして選択肢4番、 prevail、 これ皆さん自動詞ですね。ですから文法的にも意味的にもバッチリなのは acquire、 うにゃうにゃを獲得するという意味でしたね。ですから正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空書33番の検討をお願いします。さあ、皆さん、これは空書の左側、右側、オレンジの波線で引っ張りましたが、あまりよろしくない内容が来てますよね。ですから、空書のところにもマイナスの価値観。そうすると皆さん、マイナスとは関係がない選択肢の1番と2番がダメそうですね。で、一方3番であれば receive、騙すということですからマイナス。で、4番も混乱する、もしくは混同するという意味ですよね。ですから3番、4番、マイナス。で、熱海さんどちらにしますかということですが、皆さん空手の右側、tenses、時制と書いてますよね。そうなってくると選択肢の3番。これは人を騙すんですからね。今回は人ではないと。ですから選択肢の4番。これであれば時制に混同している様子が伺えますので、4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空書34番ですね。検討をお願いします。皆さん、これは空書の右側 better と書いておりますので、品詞で言うと形容詞、もしくは副詞の可能性がありますよね。となってくると空書に入るのは自動詞。それでいくと皆さん、選択肢の中で自動詞として働いてくれるもの、これは一発で決まりますね。もちろん garden で、それ以外の選択肢の1,3,4は他動詞ですね。一方 get であれば自動詞も他動詞もございますので、今回は自動詞としての働き、よって2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空書35番でございます。検討をお願いします。皆さん、これは空詞の右側、前置詞 in とセットで使えるものですね。
そうです。前置詞ともなっておりますので、自動詞が入りそうですね。で、皆さん、選択肢の1番ですが、これはちょっとわかんないなと、そういうふうに思う方多いかと思います。ですから、試験中であれば、一旦保留で大丈夫ですからね。で、選択肢の2番すっ飛ばして3番。これは、うにゃうにゃを求めるという意味の他動詞ですね。となってくると、皆さん、自動詞として存在してくれている2番と4番。で、あとは後ろ皆さん前置詞 in でございますので、これは皆さん2番が良さげですよね。そうです。arrive であれば前置詞 at もしくは in が取れますよね。で、一方選択肢4番であれば return 戻ってくるわけですから、後ろは from うにゃうにゃから戻る。そうなる可能性がございますので、今回正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて36番でございます。これで最後ですからね。検討をお願いします。さあ、皆さん、選択肢の1番でございますが、consider。これ皆さん、他動詞ですよね。ですから、後ろに目的語が必要。ですが、なさそうですね。で、あと皆さん、残りの選択肢ですが、そのヒントは、この空所の右側の SV。これできるかと思います。そうです。あの選択肢の後ろであれば SV 置けますよね。そうです。3番の like ですね。皆さん、like は接続詞としての働きがございました。つまり後ろは SV。一方、2番の speak とか4番の as ですね。特に regard as でございますので、こちらの as は前置詞。ですから、やっぱり選択肢の3番。like の後ろは SV。これでいけますので、答えは3番ということでよろしいかと思います。すみません、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは一番上、at length。長々と。皆さん、length名詞ですが、そもそも形容詞 long から来てますよね。ですから、長いというところから、皆さん、長々と。で、皆さん、長々と喋る様子。そうです。ある一つのことに関して、長々と喋れば、それは詳細に喋るということにつながりますよね。ですね、そういうイメージを持って押さえていただけるとよろしいかと思います。そして、二つ目の星印。うんたらかんたらしようと努力する。ときたら一番有名なのはおそらく try to 不定詞。そして、try の後ろ to 不定詞取りますよ。ということが分かっていたら、先ほど問われていた endeavor。これも皆さん後ろ to 不定詞取るよ。そういう感じで繋げることができますね。そして S で始まる単語、strive。これも後ろに to 不定詞を取って、うんたらかんたらしようと努力する。この3つはぜひ押さえていただきたいですね。そして星印 like。もちろんうんたらかんたらのようにという意味でよろしいですが、後ろ SV 伴いますので、接続詞としての用法。これも押さえてほしいですね。そして一番最後、うにゃいなの指導のもと。ま、もとということですから、下を表す under。これとの相性ぴったりです。ということで、まとめが終わりましたので、これを定着しやすいように画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方は、どうぞ。で、その後画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸8番。そこに入る表現をスラスラ言えるよう使っていただけるとよろしいかと思います。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。